国立研究開発法人国立国際医療研究センターは日本の厚生労働省所管の国立研究開発法人で国立高度専門医療研究センターである。2010年4月1日、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律に基づき厚生労働省所管の施設等機関であった国立国際医療センターが 組織移行する形で発足した。付属施設として国立看護大学校がある。1993年10月1日に日本で4番目のナショナルセンターとして開設。日本におけるエイズ治療の研究開発の最先端を担っており、エイズや HIV についての最新情報の発信などを精力的に行っていることで有名である。また、今後は 肝炎などの肝疾患に関する研究やメタボリックシンドロームなどの内分泌、代謝性疾患の研究に重点を置いた活動が期待されている。新宿区の病院は2020年9月現在、全国で4カ所10床ある特定感染症指定医療機関の一つに指定されており、輸入感染症や未知の感染症症例にも対応している。 国立病院機構の病院等で構成される政策医療ネットワークにおいては、現在、AIDS、国際医療協力、国際的感染症の高度専門医療施設である。2017年1月より、ゲイバイセクシャルの男性を対象に、性感染症の検査と治療を行う SH 外来を開設。診断。 治療とともに研究協力者を募り、鶴場田に創設された、軍医療付属の本病院である。かつては、麹町区早草町の2万9000坪の敷地内にあり、東は、皇居、西南北に繁華街を抱えていた。1929年に現在地に移転。現在の病院の敷地は、旧徳川家終わり半島屋敷の一部であり、陸軍と山学校の所在地でもあった。 東側には同じ1929年に陸軍軍医学校や牛込恩師財団再生会病院が移転し隣接していた。国立東京第一病院の建物はそれまでの臨時東京第一陸軍病院の建物をそのまま使用した。初代院長も陸軍病院院長がそのまま就任した。陸軍軍医学校の敷地には1948年3月に 国立栄養研究所が移転し、また国立身体障害者厚生指導所が設置された。国立身体障害者厚生指導所は1979年7月に国立身体障害者リハビリテーションセンターに統合され、埼玉県所沢市に移転し、跡地には1984年に全国身体障害者総合福祉センターが建設された。東京第一病院。 国立病院医療センターでは、歴代委員長の内坂口康志像、栗山重信、市川徳次、小田都次、治、高久文丸はいずれも東京大学医学部からの転任者で、同名誉教授である。また、第5代委員長、小山義行は、東京帝大第3内科在職当時、坂口の下で内科学講師を務めている。なお、国立東京第一病院の名称は、 目黒区にある国立病院機構東京医療センターの旧称国立東京第二病院に対するものだが本病院は第日本帝国海軍由来の東京医療センターとは歴史的にも別組織である国立東京第一病院時代は病院を東洋一の病院かつ全国の国立病院の総本山たるメディカルセンターとして難病研究や 病院管理研究等の中心にする構想が練られた。1949年の病院管理研修所として、豊玉郡野方村大畑へごたに建設された。建設に際しては、地元住民の激しい反対運動が起こった。新聞は、百姓一揆と書いたが、それほど大げさなものではなかった。つまり通常起こりうる反対運動はあったが、一揆というような暴動ではなかった。 なお、創立50周年記念誌には7カ所にわたり、かつて、エゴタ城があったという記述があるが、そのような史実はなく、地元民による伝承もない。なお、70年記念誌からは、この記載がほぼ消えたものの、国立国際医療センターの5周年記念誌で再び、エゴタ城への言及があった。またへの言及があっても、 上州への言及はないことも、現説の特徴である。1943年に、日本医療団に統合された後、1947年に、国立療養所に、転換、数度の拡張工事を経た後に、1965年には、地上10階地下1階の病棟を有する施設となった。1974年頃より、国立胸部疾患センターの構想を打ち出し、 1979年には、胸部疾患機関施設に認定され、日本における胸部疾患の中心施設となる見込みであった。1981年頃の写真では、英語名が中野ナショナルチェストホスピタルとされている。なお2010年現在、呼吸器疾患における高度専門医療施設としての役割は、国立病院機構近畿中央胸部疾患センターが担っている。 国立療養所中野病院廃止時の地盤は、東京都中野区エゴ田3の14の20。廃止時には、結核患者のほか、一部の病床に循環器病患者も入院していた。跡地については、中野区へ上渡となったが、私立学校教職員共済組合も当時、台東区根木市にあった下屋病院の当地への移転を、宣伝したパンフレットを作成している。年に、 跡地は、エゴタの森公園として整備され開園した。退職した総長はいずれも名誉総長の称号を受けている。救命救急センターエイズ治療研究開発センター略称は ACC 薬外エイズ訴訟の和解の際に、高級的施設として1997年に設置された。日本の HIV 感染症、エイズ治療の拠点として、 全国のエイズ治療拠点病院のコーディネートなど HIV に関する様々な情報提供を行っている。国際感染症センター略称は DCC。国際感染症センターは診療、人材育成、情報発信を通じて感染症の脅威や影響に負けない社会、国づくりに貢献している。また、2013年4月より、 日本医療研究開発機構の進行最高感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業において後期性虫薬のオーファンドラッグ中央保管機関として国内未承認薬の輸入、備蓄、治験を行っている。派遣協力第1課、第2課から常時20名ほどの職員がアフリカや南アメリカ、 東南アジアなどの発展途上国に1から3年程度派遣され医療指導、保健指導などを行っている。国際協力機構のプロジェクトに協力している。内科系診療科外科系診療科2006年、九陸軍軍医学校に勤務していた元看護師が、これまでに判明している以外にも人骨を埋めたことを証言した。 埋めた場所のうちの一箇所が現在のセンターの宿舎敷地だったという。このことを含め衆議院議員、小織和子が質問主意書を提出している。同じ若松町内に731部隊の創設者である石井志郎が居住しており、また同部隊の責任者であった内藤良一がセンター敷地内に所在した陸軍軍医学校において日本の幸福寺に第二本。 帝国陸軍に教官として勤務していた。ありがとうございます。